グラム発電機の電気誌、グラムの記念碑ゼノブテオフィルグラムは、ベルギーの電気技術者、発明家である。環状電気誌を用いた、グラム発電機を開発した。リエージュ近くのジュワイ・ボドネに生まれた。生涯の大半を、フランスで暮らした。電気機器の会社で働き、機器の改良に興味を持った。イタリアの物理学者、アントニオ・パチノッティの直流発電機の発明を知り、 1869年、環状電気紙を用いたグラム発電機を開発した。グラム発電機は、加熱が少なく連続運転が可能な実用的な発電機となった。1873年、ウィーンの産業博覧会でグラムがダイナモを展示していたが、助手が偶然2台のダイナモの出力線同士を接続してしまい、蒸気機関で、 片方のダイナモが回転し始めると、もう一方の電気紙がかなりの速度で回転し始めた。これを見たグラムは、大急ぎでアトラクションを展覧会場に作り、1.6km 離れた一方のダイナモをモーターとして用水し、小さな滝に水を流してみせた。これにより二つの重要な原理を実証した。少し改良すればダイナモは電気モーターとして使え、 産業用機械の動力源となり得る。機械的な駆動力が得られれば、それをダイナモで電気に変換し、さらにそれを電線で長距離輸送し、別の場所で電気モーターを利用して、機械エネルギーに戻せる。グラムの環状ダイナモは、商業ベースに乗った初の直流発電機で、第一次産業革命から動力と照明を電力で供給する。 第二次産業革命の世界への転換が始まった。ありがとうございます。